あ、マイクテスト、マイクテスト。あれ？いけてる？いけてんの？ちょっと待って。シンが入室しました。あ、シンさんいらっしゃい。ちょっと待って、今ね。配信中のエリエデルが入室しました。ちょっと、マイクテスト。シン、ノスコンチャ。コンチャス、今日からリリースのやつをやっていくよ。シンが小さな星を送りました。ありがとうございます。ね、なんだっけ、ラピックスとかってやつ、やっていきます。ラピクルだった。よ。縦か。横の縦か。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。いやー、よし、来た。これで同意して始める。許可をオン、通知をオンにすると重要なお知らせやキャンペーン中する。いや、これはいらん。いいえ、ゲストで、はい、楽しかったらいいな。アカウント違う、音量調整がしたいんだけど特にないね。じゃあサーバー、サーバー選べるの？全サーバー。お、いきなりもう6個もある。早っ。じゃあまあ6でいきましょうかね。はい、じゃあスタート。あ、このパンダかわいい。冒険者検定の目的地はもうすぐよ。さあ急ぎましょう。はい、戦闘開始をタップして。いきなり戦闘開。英雄は戦闘開始時に土基地を貯められるの。攻撃した時やされた時も土基地は上昇するのよって。土基地って何？土基地が上限に達したら強力な必殺技の出番よ。あ、なんかゲージなんだね。必殺技をするためのなんかバロメーター、それかドキチ。経験値ポーションと装備がドロップしたわ。早く英雄を強化しましょう。はい、強化したい英雄を選んで。はい、レベルアップは英雄の各能力をアップできるわ。はい、装備は英雄の追加能力をアップさせてさらに強くすることができるわよ。はい、前よりも強くなったみたい。はい、冒険を続けましょう。はい、バトル戦闘開始をタップして。はい、タップ。ここをタップして戦闘速度を調整できるわよ。1倍速と2倍速しかないのか。はい、これでこいつか。装備一発装備。誰？レベルアップした方がいいのかな。私は大陸一の古書学者だ。しかも超一流のね。バトルか。ん、ひたすらバトル。冒険で手に入れた戦利品を集めておいてくれるのよ。この子は私たちのペット、ユウの子供のググーだよ。私エルダに会ったわ。知らんし。冒険で手に入れた戦利品を集めてよ。月の魔人形のエルダ。それをタップすると戦利品を受け取ることができるわ。あ、
これ放置ゲーか。指定数の資源があったら英雄をレベルアップしてもっと強くしましょう。放置ゲーか。まさかの放置ゲー。わ、私多分弓だけ。ちげーだこれ。なんかボスが当たるっぽい。レベル上げて。誰？ボスっぽい。縦型の放置ゲーがちょっと珍しいような気がするけど、気のせいかな。つい、どうにかしないと。でも私は何者なの？私は破滅をもたらすものだって。どういう展開？ルビオ、なんかバージョンアップした。どうなったんだこれ。読めない。あ、戻った。ボイスがないのが寂しい。キャプションっていうか、セリフがどんどん自動で消えてっちゃうから、一生懸命読まないと分かんなくなる。まあ、ストーリー重視しなかったら関係ないけどね。あ、なんかさっきの王冠と同じ王冠かぶってるやつがいる。何これ。ねえ、これ第一段階検定クリア、おめでとうございます。ここに名前を記入してください。はい。エディエデル完了、確定。いい名前ね。すごい冒険者になりそうな、そんな気がする。ありがとよ。ここをタップして英雄召喚をやってみて。はい。高級召喚なら伝説級の星5英雄を獲得できるかもしれないわ。さあ召喚してみて。10連ですね。復讐の日は近い。人気者というのも辛いものだ。ここリセマラ要素かな。私は大陸一の古書学者だ。しかも超一流の。お、ファントムの目から逃れられないように。お、星5来た。私の矢から逃れられる者もいない。星5来たら、これは運がいいわね。あ、これみんなか。獲得したばかりだとレベルが低いから英雄を。ファントムの目から逃れられないように。
私の矢から逃れられる者もいない。レベルを上げる。装備品はないっぽいね。もうちょいレベル上げるか。冒険の旅に戻りましょう。はい。出陣できる人数には限りがあるの。できるだけ強力な編成を組んで出陣しましょう、はい、彼女の戦闘スキルはまだ未熟だから、ソウルアローのアイコンをタップして、よし冒険を続けましょう、はい、そこだ。完璧放置ゲーだね。バトルもオートだし、あ、コンもいけるようになった。召喚アカウント連携はしない。一括受け取り、あ、なんかもらえた。記録を削除。14メール。これどこで閉じるんだ。閉じるボタンがわかんない。あった。でカバンの中、これを、これかけら、かけら、あ、あ、あ、5000ね。英雄で星5いたよね。これか。たとえこの命を燃やすことになろうと、蛍火の光で世界を照らしてみせるわ。それで、ただ問題は属性が一緒なんだよね。英雄。私多分弓だけは誰。これは外すか。私は大陸一の古書学者だ。しかも超一流の。外すってできないのかな。これ、これ外せる？外せない。一回装備したものは外せない？あ、外せた。一個ずつ、一括外しができないだけ。ね。これに。ファントムの目から逃れられないように。私の矢から逃れ。ね。たとえこの命。装備できない。同じキャラクターでも属性が違うやつがあったりするんだ。難しいね。これはあげるか。ファントムの目から逃れられないように、私の矢から逃れられるもの。たとえこの命を燃やすことに。ね、うん、いいような気がする。戦闘開始で、ニャンコさんを外してこいつをはめる。で戦闘開始。やっ、そこだ。でこれ放置をもらう。もう完璧放置ゲーだ。できるね。人気者というのもつらい。
正義の味方のお出ましだ。あ、ここが出た。ボーナスゲームチャンス欲しい。ゲームを遊んでみんなでコインもらっちゃおう。リボン付きのハート。にょ。私は大陸い争いなんてやめて素敵な音楽を讃えましょうね。10回評価狩りの時間だ。精霊族は平和を愛する。結構星5出るね。世界の安定のために苦しい選択をすることもある。ね、もう一回。結構星子出る。狩りの時間だ。結構星子が。敵が誰かなんてどうでもいい。星子が出るんですけど。やつらはどこにいる？どこにいるって知らん。そして無料召喚も言っとくか。はい、終わり。無料召喚。はい、終わり。はい、今はしないで、ボーナス受けてる。名声が上がった。名声画面、名声画面って何？課金か。これは何？合成。これいらんやつを合成すんの？一括選択確定。これで合成ができる。合成したらどうなるの？ちょっとやってみようか。星 5？ 星4が星5になる。ちょっとよくわかんない。で、フレンド管理。チェック。でこれが課金要素だね。名声情報、これも課金要素。あ、これ課金しなくてもダイヤで買えるのか。じゃあこれ買っちゃっていいか今。うんね、これでアカウント連携はしません。100連ガチャできるけどしません。でどうしようかな。星5を育てる。英雄申請機能をご存知かしら？知らん。英雄申請をすると英雄をレベル1の状態にリセットできるのよ。それまでの育成で消費したコイン、経験値、突破先は全て返還されるわ。英雄の育成をやり直せるし、とっても便利な機能なのよ。なるほど、ね、ここをタップすると英雄申請ができるわ。なるほどね。ってことは過去に育てたやつを戻すことができるわけね。例えばこれを、これをこうすることができるわけだ。で、火かな。敵が誰かな。レベル上げて。聞きたいことは一つだけど、奴らはどこにいる。装備をつけて、これでいいか、いいのか。ね。ファントムの目から逃れられないように。敵が誰かなんてどうでもいい。突破した。奴らは突破キャッパになるんだ。ファントムの目から逃れられないように、私の矢から逃れられる者もいない。
ファントムの目からのこれは本当だ。たとえこの命を燃やすことになろうと。ね、バトルで、バトル開始で、これをこれに変更して。やっ！オーブだ！そこだ！やり込み要素がよくわからん。仮の準備中。待機があるんだね。バトル。で、英雄。たとえこの命を燃やすことになろうと、ホタルビの光で世界を照らしてみせるわ。復活装備。何このびっくりマーク。なんかできるらしいけどちょっと今はやんない。ファントムの目から逃れられないように。私敵が誰かなんてどうでも。多分他のやつも必要になってくると思うから、星5のやつを味方のお出まし。だこんな感じかな。精霊族は平和を愛する。ファントムの目から逃れられない。キヨか、これもあげとく。精霊族は平和を愛する。で、これは人気者というのも辛いものだ。ローブ、これもあげとくか。たとえこの命を燃やすことになろうと、ファントムの目から逃れられないように。敵が誰かなんてどうでもいい。まだあげれるね。あげてった方がいいのかな。たとえこの命を燃やすこと、ファントムの目から逃れられない。敵が誰かなんてどうでもいい。30になっちゃったよ。精霊族はどういうこと。出陣してるやつはあげれるのに他があげれなくなった。よくわからん。いや、これで戦闘。やっ、オーブだ。そこだ。ストーリーが入るね。でも吹き出しが出るだけでフルボイスではないから。で、吹き出しが出るのが早く消えるから、読み落とさないようにストーリーを追いたい人はささっと読まないといけないという。もう読めてないけど私は。まあこれスキップしてもいいと思うんだけどね。スキップしちゃおうか。じゃあスキップ。はい。で、戦闘。戦闘。やっ！オーブだ！そこだ！装備かな？たとえこの命を燃やすことになろうと。ファントムの目から逃れられない。敵が誰かなんてどうでもいい。他の子をレベルアップしたい。精霊族は平和を愛する。人気者というのも辛いものだ。もうレベルアップできない。まあいや、バトルしよう。的な放置ゲーっていうことだけは分かった。ん？なんかギルド。ギルド。あ、ギルド。
3の30までいかないとギルド入れない。しょうがないな、ギルド入れるまで頑張るか。そこだ。ギルド入ったらなんか新しいことあるかな。コーチゲーでギルドあるって珍しくない？そんなこともないか。やっ、オムだ。そこだ。たとえこの命を燃やすことになろうと、ファントムの目から逃れられないようにしてる、ね、敵が誰かなんてどうでもいい。やったいことはひね、これの一発精霊。人気者というのも辛いものだね。バトル、行こう。もうスキップしちゃいます。強い敵だからちょっとデブラ上げとこう。たとえこの命を燃やすことになろうと、ファントムの目から逃れられないように。敵が誰かなんてどうでもいい。たとえこの命、ファントムの目から逃れられない。これでバトル、ちょっとボスっぽいから5人まで出せるようになった。やっ、オムだ。狙い撃つ。そこだ。狙い撃つ。こっちへ。とりあえずギルド解放までは頑張る。解放された。なんかダイヤで買えるのか。更新3回以内に大情報出現。意味がわからん。あ、調査特権ってこれだけが課金せずにもらえるのか。他は課金なんだね。これはダイヤ足りないやん。うん、毎日チャージ。これただのやつもらって、チャージ報酬がある。さすがチャージ報酬だよ。チャージ報酬課金ゲーだね。で、こっそり、課金しないでももらえるアイテムは一応存在する。ちょっと待って。こいつらをあげる。精霊族は平和を愛。正義の味方のお出ましだ。もうちょいあげるか。正義の味方のお出ましだ。正義の味方のお出ましだ。あげる。何この電気。電気を見ればダイヤがもらえる。っていうことは全員電気がある。たとえこの命を燃やすことになろうと、ダイヤをもらえる。ホタルビの光で世界を照らしてみせるわ。
1キャラ1回か。ファントムの目から逃れられないように集めに行きましょう。私の矢から逃れられる者もいない。ダイヨ、敵が誰かなんてどうでもいい。ダイヨ、一つだけだ。やつら、ダイヨ、正義の味方のお出ましだ。ダイヨ、精霊族は平和を愛する。だがこれレベルアップしようか。で、人気者というのも。そうか。よくも俺を。あれ、電気あるやつとないやつとある。星5じゃないと電気ないのかな。そうかもしれない。ホーム。で、英雄の精霊合成じゃない。合成だ。あ、横スクロールできた。英雄の祭壇。申請、申請した英雄。わかんない。申請って何、転生って何。無料でもらえる。3回まで。1回で、あとはなんだろう、召喚かな。やっぱり重要なの。さっきなんかダイヤを消費してなんかできるやつあったよね。ショップか。毎日チャージ。違う、これじゃない。特権パック、これだ。これをダイヤでゲッチュで、ホームの召喚で、召喚ができるようならやりたいところだけど、召喚、あ、さっきの巻物は召喚の巻物だったのか。なるほどね。うん。じゃあどんどんバトル行きますかね。ギルド入れるようになりたい。やっ、オムだ。狙い撃つ。そこだ。狙い撃つ。狙い撃つ。ギルド入ったら何ができるのかが知りたい。イベント新サーバー報酬。受け取る。何者かよくわかんないけど受け取る。で、挑戦、挑戦してみるか。挑戦してみるか。挑戦。やっ、削るんじゃなくってダメージなんだ。新しいね。ちょっと目標ダメージ達成すると報酬がもらえるらしい。やばい、どんどん死んでいく。狙い撃つ。そこだ。狙い撃つ。どんくらいもらえるかな。なんか2回ぐらい突破したっぽい。うん、もらえたらしい。挑戦受け取る。50万、
次50万まで頑張らないといけないのかね。錬金あってよくわかんないけどもらえよ。イベントガチャガチャ、あ、ランダムスロット。あ、でさっきのなんかよくわかんない おちょこがこの抽選100個集まると1回抽選ができる。これ何が当たったのかよくわからない。限定イベント号令、英雄を集めろ、集めろときたか。召喚、じゃあちょっと召喚するか。狩りの時間だ。召喚、お、到達はいい、やっちまえ。5だ、やったね。キャンセル、これで確定で、これ上げていかなければならない。たとえこの命を燃やすことになろうと、え、ないこれ、ホタルビの光で世界を照らしてみせる。レア、たとえ弱くて小さな炎でも暗闇を照らせる。スキン券、眩しいほどに燃え盛る炎を待つ必要はない。スキン券、星6に達する、まだできないんだ。たとえこの命を燃やすことになろうと、ホタルビの光で世界を照らしてみせるわ。なんかいろいろと仕組まれてるな。お宅はいい、やっちまえ。電気ダイヤをもらう。あー、さっきのなんだ、ストーリーもら、見てもらえるってやつは、この電気図鑑、図鑑だね。はあ、はあははあ、なるほどね。たとえこの命を燃やすことになろうと、ホタルビの光で世界を照らしてみせる。ファントムの目から逃れられないように。おお、足りない。私の矢から逃れられる。足りない。たとえこの命、正義の味方のお出ましだ。レベル、精霊族は減る。こんなもんか。で、これを放置もらって、ちょっとギルド解放するとこまで行きたいんだけどね。正義の味方のお出ましだ。左下のボタンをタップすると一時的に戦闘から離れることができるわよ。左下、一時退出ができる、ね、結果を待っている間は好きなことをしていて大丈夫。いや、好きなことしていて大丈夫って言われても、そんなバトル長くなっていくってこと。狙い撃つ。好きなことってこの画面でできることないやん。ちょっとバトルの後の、わずかな待ち時間がちょっと煩わしい。狙い撃つ。そこだ。狙い撃つ。狙い撃つ。ギルド解放したい。これでレベルアップ。正義の味方のお出ましだ。バトル受け取り可能。また受け取り可能。受け取り
たとえこの命を燃やすことになろうと、アサシンだ、ホタルビの光で世界を照らしてみせる。で、これ装備せで、これをたとえこの命を燃やすことになろう、あと他の星ゴンもちょっと育てときたい感じがするけど、タップして反応しないよ。あ、来た来た、やっちまう。あげとこう。念のため、なんか後から育てないといけないってことが発覚してもいいように。戦闘やっ、ホームだ、狙い撃つ、そこだ。なんだこれ、一括でで実績は一括受け取りはできないと。ボーナス受け取り、ダイヤパス、目標金額まで購入する。うん、課金ゲーだね、課金ゲーだね。まあ無料でできないこともないけど、ファントムの目から逃れられないように、課金ゲーだね。私の矢から逃れられる者もいない。お宅はいい、やっちまう。ギルド、オームだ、狙い撃つ、そこだ、狙い撃つ、行こう。もちろんここをタップして闘技場に入りましょう、はい、闘技場では世界中のプレイヤーと対戦できるわ。あなたの活躍にも期待してるわよ。この相手を選んでじゃれ、ここで陣形を調整することができるわ、うん、あなたの活躍を期待してるわね。攻撃陣形でいいと思う。やっ、ホームだ、狙い撃つ、行こう。そこだ。あった。やっ。ホームだ。狙い撃つ。こっちへ。そこだ。あと挑戦回数1回かい。もういっか。リロード。あれ？やっ！ホームだ！狙い撃つ！こっちへ！そこだ！ね、挑戦回数がなくなっちゃった。まあいっか、まあいいのか、いいのか、どうしようもないもんね。交換所、あ、さっきのカードが交換できる。何と交換した？え、カードを交換しちゃった。なんかまずいことしたような気がする。まあいいか。属性、これなんだ、
非常に希少な水晶で、英雄もしくはかけらを属性召喚できる5のかけら、エリートのかけら、これ良さそうだね。これちょっと買っちゃおうか。他、これはちょっと気になる。これを、お、排出確率がなんともかんとも。この確率の低いやつっていいやつなのかな。確率が高いほどしょぼいんだよね多分。確率の低いやつ狙うか。ちょっと試しに確率の低いこの子。僕は必ず最強の。違う。これでマックス買う。で？で？でででどうしたらいいんだ？かけら。あ、全然足んない。50個集めないといけないって。全然足んないよ。これは何さ？レアスキンを解放できる。お宝探し。まだいけないし。挑戦権があった。挑戦してみる。やっ！やっ！行け！オムだ！狙い撃つ！そこだ！そこだ！狙い撃つ！速までしかならないよね。これスキップ、あ、スキップできた、勝った、やった、よくわかんないけどやった。で、英雄をあげたいな。ファントムの目から逃れられないようにあげらんない。私の矢から逃れられる者もいない。あげらんない、しょうがないから。ちょっとギルド行きたい。ギルド、ギルド解放したい。狙い撃つ、そこだ、狙い撃つ、行け、オムだ。陣形の形は選べるけど陣形の立ち位置は選べないんだね。やっ、オムだ。狙い撃つ、そこだ、狙い撃つ。なんか生き返らなかった、気のせい。戦闘で、やっ、オムだ。狙い撃つ、ワールド対戦はスキップボタンがあるけど、通常の戦闘にはさすがにスキップボタンがない。見てるしかない。なんかできんのかな。できないや。まあ一応属性があることは分かったけど、属性が分かったからといって何っていう感じが大なり小なりあるけどね。戦っていきましょう。そうそう、レベル上げしていかないとやばいな。そこだ、狙い撃つ、オムだ。
ルドまで行けるか。ファントムの目から逃れられないように。レベルが上げられん、レベルが上げられん。バトルするしかないのか、バトルするしかないのか。オウムだ。狙い撃つ。そこだ。狙い撃つ。でこれで多分積んだら放置して、放置報酬をもらってなんとかやっていくっていう感じになるはずなんだよね、放置ゲーだから。私たちってやっぱり最強。早く教会へ行って最後の検定をクリアしましょう。おい、いよいよね。実力、正式な冒険者になったから星の聖堂を訪問できるようになったわ。はい。ミニ、初めて英雄を獲得した時、もしくは英雄を突破させた時には星の記憶を手に入れることができるわよ。ほう。星の記憶は心臓のレベルアップに使うの。すべての英雄に能力ボーナスを与えてくれるのよ。バフか。さあ試してみて。これで強化できるかな。ファントムの目から逃れられないように、私の矢からの上げれねえ。上げたいのに上げれない。ファントムの目から逃れられないように、私の矢から逃れられない。突破素材がないからバトルしかない。これ受け取れる、受け取れる。本部召喚、召喚。わしは平和主義者じゃぞ。私が生涯をかけて求めるのは悪を切ること。人の命を奪うことではない。星子のモーションはスキップできないっていうね、確定。あー、召喚できるからしとくか。はい。故郷を離れたいと思う者はいない。星が出る確率結構高いな。そうせざるを得ない事情も時にはある。スキップできないな。うん、まあいいや。まあいいや。なんだ、これ、名声。よ。名声確認。あー、そういうことか。そういうことかってどういうことやねんっていうね。はい。で、実績受け取って、フレンド申請。で、英雄のファントムの目から逃れられないように、で、あとこれ図鑑、故郷を離れたいと思う者はいない。の電気だが、で、そうせざるを得ない事情も時にはある。で、こいつ、私が生涯をかけて求める悪を奪う人の命。バトルするしかないかな。次のエピソード、行く、戦闘開始。やっ、オウムだ。狙い撃つ。そこだ。狙い撃つ。放置ゲート
知らなかったんだけど、まさかの不思議だよね。もうなんか新域の呼び声、ちょうどいいところに来たわね、冒険者さん。あなたの助けが必要なの。実はね、太古の新域がもうすぐ開くんだって。新域にはお宝がいっぱいあるだけじゃなくて、太古の王冠の予言も隠されてるって話を。まだ私は未熟だから一緒に来てくれると安心なんだけどな。美少女はこんなにお願いしてるんだから、もちろん断るわけないよね。新域を開く前に少し準備が必要なの。備えればお礼なし。受け取る。あ、ギルド加入はできない。あ、これがゴースができた。ないよな、バトル。解放まで結構かかるね。受け取り感の受け取り、これで装備がちょっとできるんじゃないかな。こいつに敵が誰かなんてどうでもいい。味方だけど。ね。星号の。オタクはいい。やっちまえ。ね、こいつも人気者というのも辛いものだ、ね、私が生涯をかけて求める悪を。で、こいつも故郷を離れたいと思う者はいない。バトル、やっ、狙い撃つ。なんかそろそろ手詰まり感が出てきたね。ギルドまで行けるかな。手詰まりする前にギルド行きたいんだけどな。龍骨の塔に入りましょう。龍骨の塔では俳優の強化に必要な突破石を獲得できるの。なるほど、ね、早速挑戦してみましょう。はい、挑戦。やっ、スキップできないよ。狙い撃つ、そこだ。ひたすら上がっていくのを放置しながら見るしかない。 そういう意味でも放置ゲー。どんどん上がっていくぜ。上がれるとこまで上がるぜ。オウムだ。狙い撃つ、そこだ。やっ、オウムだ。狙い撃つ。
あ、なんかそろそろ相手強くなってきたぞ。でもまだ勝てる。勝てるうちはいいか。やっ、オムだ。狙い撃つ。そこだ。行けるとこまで行く。オムだ。狙い撃つ。そこだ。ギルド行きたい、行きたいけど、なんかや、なんか強化するための素材くれるって言うから、狙い撃つ。とりあえず登れるとこまで行くぜ。狙い撃つ。や、意外と登れるな。もっと手詰まるかと思ったけど。狙い撃つ。が同じカテゴリーにあるっていうのはちょっと意外。やっ、まあなんかジャンル的には挑戦するっていう意味では同じカテゴリーなのは確かなんだけど、ちょっと前のそこだ、表にないんだもん、ね、狙い撃つ。まだ言ってる。やっ、そろそろ手詰まりし始めてもいい頃だと思うんだけど、意外と強いね。行け。そこだ。あ、いるね、一応自然の治癒とかなんかさっき一瞬出たから。やっ、オムだ。狙い撃つ。次の階層に挑戦。やっ、行こう。3倍速ぐらいになんないかな。狙い撃つ。倍速早くしたい。狙い撃つ。そこだ。そろそろ削られ始めてきたね。相手が強くなってきた。なんかさっきから次の階層にボタンが出てきたから、一つのバロメーターは超えたのかな。狙い撃つ。
そこだ。やっぱギルド行きたいんだよ、ギルド。ギルドに入りたい。でも登れるから登る。次の階層。やっ。くらえ。オウムだ。狙い撃つ。そこだ。狙い撃つ。絶対と3倍速か4倍速導入した方がいいと思うな。ちょっと時間がかかりすぎる。まあこんなもんか。5分以内だったら許容範囲かな。でも長く感じる。オウムだ。狙い撃つ。そこだ。行け。狙い撃つ。長い。あとターンが決まってんのか。このターン以内にやっつけないと負けになるのか。やっ。でもなんか今んとこ余裕だけどね。むしろ削られてる方がやばい。狙い撃つ。狙い撃つ。ターンじゃなくてこの上の砂時計は時間なのかな。よくわかんない。制限時間なのかターンなのかよくわかんない。レベル1のスライムに倒されたいらっしゃい。今塔を上がってってます。なんかね放置ゲーだったこれ。次の回や行こう。オウムだ。狙い撃つ。そこだ。行け。でなんか星5のお願いなんでしょうか。なんですかお願いって。待ち中です行け。狙い撃つ。あーそういうこと。狙い撃つ。じゃあちょっと待って、今配信中なんですね。あーはい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 。じゃあちょっと大きめのやつ投げましょうか。何投げる。同じもの投げましょうよ。何投げる？そっちで、今ね、コインがね、400あるから、その範囲内だったら何でもいいですよ。同じもの投げ合いましょう。狙い撃つ。そこだ。そっちが投げてくれたものを投げに行きます。やっ。400以内で。やっ。受け取れ。オウムだ。狙い撃つ。そこだ。狙い撃つ。何でもお好きなものを400以内で選んでください。オウムだ。
その投げたのを確認したら同じものを投げに行きます。そこだ。やっ、ホームだ。狙い撃つ。何でもいいですよ、ルーレットでもいいし。あ、でもランキングだからなんかあれか、スピーカーみたいなやつかな。狙い撃つ。もしかしてコインないです？もしでもスライムに倒されたら、今向かって指示で、やっ、狙い撃つ。そこだ。わかりました。じゃあ今からちょっと行きますね。じゃあ明日この時間帯ぐらいに配信したらいいのかな。私結構ね、配信時間ランダムなんで、じゃあできる時で了解しました。じゃあここでちょっと配信見に行くってどうすんだろう。配信見に行くってどうしたらいいの。配信見に行くってどうしたらいいの。出ればいいの。部屋を出ればいいの。部屋を出てスライムに倒、どうしたらいいの。見に行くのどうしたらいいの。見に行き方がわかんない。なんだなんだ、なんか余計なことをした。見に行くってどうしたらいいの。どうしたらいいの。どうしたら見に行けるの。サブ端末で行けばいいのか。サブ端末で行けばいいのか。ちょっと待って操作がわかんない。ちょっと待ってね。1レベルのスライムに倒されたさんに300を、300のをやりに行く。サブ端末で行きますね。ちょっと待ってね。配信中の1レベルのスライムに倒されたが入室しました。1レベル。フォローした方がいいか。フォローすれば、わかるから、とりあえず一回フォローしますね。フォローしたら、あれ？出てこない。ちょっと待ってね。どこにいる？1レベル。ユーザースライムに倒された。僕配信見てたら見れないので抜けます。ちょっと待ってね。あ、見てたら、配信見てたら見れないので抜ける。オッケー。ちょっと待って。1レベルのスライムに倒されたフォロー欄。はい、フォロー欄でフォロー中。マイページ。違う。そうじゃない。待て。私焦ってる。ちょっと待ってね。フォロー欄はどこだ。フォロー中にいない。ユーザー、スライム、ちょい待って。ユーザーを検索するわ。1レベルのスライムに倒されたあの僕モデレーターになってます。 WW レベ。ちょっと待って。あった。配信してますね。はい、オッケー。これでいいのか。オッケー。今入りました。入ったんで覗きに行っていいですよ。はい、ちょっと待ってね。投げます。
ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。300ですね。ちょっと待って。ちょっと待って。これか。はい、どういたしまして、どういたしまして、こちらこそよろしくね。ではまた。よ、これで、これで、自分の配信に戻る。配信中のエリエデルが入室しました。よ、よ、いや、なんか、ちょっと、配信中に、はい、はい、お願いされたので、はい、行ってきました。サブ端末でね。ね、ちょっと続きをやりましょうね。はい。やっ、オムラ狙い撃つ。そこだ、せいや狙い撃つ。でギルドだ、ギルドに行きたいんだよ。だけど塔が登れるから仕方がない。でもそろそろ、そろそろ積んできたね。そこだ、狙い、まだ勝てそうだ。次ぐらいでやばいかな。ちょっとお茶をいただきます。そこだ、出る音もしかしたら拾ってるかもしれないけど。勝てた。はい、じゃあ次の回想。やっ、わあ、狙い撃つ。こっちへ。狙い撃つ。狙い撃つ。いや、ギルド行きたいんだよ。ギルド、ギルドに参加したいんだよ。そこだ、行け。うギルドに参加したいんだよ。
必要だしな。狙い撃つ。なんかまだ勝てそうな予感がするんだけど、どうなんでしょうこれ。狙い撃つ。そこだ。行け。うわあ！狙い撃つ。うわあ！勝てそう。や！狙い撃つ。勝てるな、これは。そこだ。砂時計だからターンっていうより時間っぽいね。制限時間があるっぽい。逃がさない。オーブだ。狙い撃つ。そこだ。もしかして15分ってことはないよね。狙い撃つ。わかんないけど、ちょっと時間を気にしててみよう。これ15分だったりして、制限時間。あ、違うな。10秒か何秒かでなんかカウントしてるっぽい。わかんないけど、多分ターンではない。多分30秒とかで、30秒じゃない、10秒ぐらいかな、わかんないけど。お、そうそう、やられそうだ。やられそうだけど勝てそうだ。微妙だ、微妙だ。やられるか、やっちまうか。やっちまった。次、もうこれは上がれないと思う。くらえ。これはもう無理だ。狙い撃つ。これは多分もう無理。さっきね、そこだ、ギリギリで勝ったから。狙い撃つ。的に優位なのかな。さっきやばかったのに勝てそうだ。制限時間超えたらどうなるのかな、負けになるのかな、優勢だったら勝ちになるのかな、それが気になるね。やっ、オムだ。狙い撃つ。そこだ。狙い撃つ。ホームレ。負けるかな。微妙、すごい微妙。あ、負けそうだ。
い撃つ。せいや、これは負けるやろ。負けてしまえ。狙い撃つ。負けてしまえ。キルド行くためにメインを進めたいんだよ。はい、確認ね。なんかもらえるらしい。受け取るね。ちょっと待って、30層しかないの？そんなことはないよね。階層ガンガンあるよね。うん、はい。っていうことで、英雄さんをこれで育てる素材ができたわけですよ。精霊族。ちょっと待って、こいつを。敵が誰かなんてどうでもいい。聞きたいことは一つだけだ。これして、違う、これ。敵が誰かなんてどうでもいい。聞きたいことは一つだけだ。奴らはどこに？レベル50。精霊族は平和を愛する。だが世界の安定ね。こいつ正義の味方のお出ましだ。まだいけるか。じゃあ敵が誰かなんてどうでもいい。こいつか。たとえこの命を燃やすことになろうと、蛍火の光で世界を照らしてみせるわ。これでいいか。じゃあ、はい、ちょっと待って、これをもらって、たとえこの命を燃やすこと、ファントムの目から逃れられないように、私の矢から逃れられる者もいない。ね、敵が誰かなんて。正義の味方のお出ましだ。お宅はいい、やっちまえ。人気者というのも辛いものだ。私が生涯をかけて求めるのは悪を切ることだ。人の命を奪う。故郷を離れたいと思う者がいない。よくも俺を怒らせたな。なもんか。じゃあバトル行くかね。受け取るかの受け取る。これガチャできんじゃない？できないかな。まだできなかった、ね、これが変えるか。変えない。ない。なんかいろいろ制約がある。バトルだね。すごい、もうギルド立ててる人が出てきた。やっ、オーブだ。狙い撃つ。そこだ。狙い撃つ。ギルドのね、機能が本当に気になってしょうがないんだよね。ギルド入りたい。ギルド入りたい。ファントムの目から逃れられないように、ギルドに入りたい。やっ、オームだ。狙い撃つ。そこだ。狙い撃つ。でもスキップボタンあればいいのにな。やっ、オームだ。狙い撃つ。そこだ。狙い撃つ。行こう。行け。スキップしたい。スキップしたい。いや、なんかなんだ、実績受け取り。
ショップ。なんかびっくりマークがある。下にもあった。まあ、いいや。鉱石パス。受け取る。受け取る、受け取れないやんか。課金やんか。トラップに引っかかるところやった。どうも。イベント。これ？この世界の極上品は、強い酒に、深い酒。それから、ね、お酒で、お酒なんだっけ？なんか、イベントでお酒、これだ。200か、次。たまらないな。ファントムの目から逃れられないように。わっ。にょ。いや、進んでいく。ギルドに入りたい。ギルド解放して。やっ。オムラ！ギルド機能を知りたい。そこだ！狙い撃つ！機能が知りたい。思い起こせば放置ゲーでギルドあるやつあったな。ホームのマーケットが営業再開したんだって。ここをタップしてマーケットに入りましょう。マーケットではいろいろなものが購入できるからチェックは忘れないでね。経験値、経験値、これだな、これだよ。で、これも欲しいな。あとはいっか。更新するか。突破石も必要そうだな。更新して闘技場はどうでもいい。むしろ装備品これかな。こんなもんか。たとえこの命を燃やすことになろうと、ホタルビの光で世界ファントムの目から逃れられ。精霊族は平和を愛する。まあ、いっか。敵が誰かなんてどうでもいい。正義の味方のお出まし。お宅はいい。人気者というのも辛いものだ。私が生涯をかけて。ああ、いらっしゃい。悪を人の命を奪う。こんにちは、いらっしゃい。故郷を離れたいと思う者がいる。あ、ありがとうございます。そうせざるを。よくも俺を怒らせたな。故郷を離れたいと思う者がいる。どうしよう、この私が人気者というのも辛い。上から順番に確認していく。たとえこの命を燃やすことになろうと、ホタルビの光で世界を照らしてみせるわ。鋳造、鋳造、鋳造。これでランクが上がった。で、あとはレベルアップが上げたいのがこの子かな。敵が誰かなんてどうでもいい。聞きたいことは一つだけだ。奴らはどこにいる。で、あ、突破石がいるのか。なるほどね。敵が誰かなんてどうでもいい。ファントムの目から逃れられないように。私こんなもんか。突破石が足りないからいけない。っていうことは市場結構重要。突破石が欲しい。ノーない。突破石出てこない。これ買っちゃう。で、もう一回更新しちゃって、これ買っちゃうか。あとまだ更新ができる。これ
パセキは出ないね。これでたとえこの命を燃やすことになろうと、ホタルビの光で世界を照らしてみせるわ。ファントムの目から逃れられないように。敵が誰かなんてどうでもいい。正義の味方のお出まし。オタクはいい、やっちまえ。人気者というのも辛いものだ。私は生涯をかけて求める悪を切る。故郷を離れたいと思う者はいないだが、ね、たとえこの命を燃やすことになろう、ファントムの目から逃れ。敵が誰かなんだ。それで鋳造するか。精霊族は平和を愛する。足らんやん。世界の安定のため。正義の味方のお出ましだ。オタクはいい、やっちまえ。人気者というのも辛いものだ。これを鋳造。あー、そういうこと、そういうことか。オタクはいい、やっちまえ。これ鋳造できるの。鋳造できんね。なるほどね。なんとなく分かってきたよ。たとえこの命を燃やす。なんとなくだけど分かってきたよ。とりあえずギルドを管理したいんだよね。やっ、おめえ。狙い撃つ。そこだ。狙い撃つ。行け。バトルスキップできたらいい。なんか歌ってるし、なんか歌ってるし。よし、どんどん行くぜ。多分行けるだろう。やっ、オムだ。狙い撃つ。そこだ。あ、ちょっとそろそろ詰まりそうだな。詰みそう、ぼちぼち。まだいけるか。いけた。これで実績受け取り。ホームで、トレンド管理チェック。イベント受け取る。もうサーバーできたのか。新しく早いな、早いな。試練、挑戦してみようか。やっ、これもスキップできないんか。時間かかるな。そこだ。狙い撃つ。ボタンが欲しい。やっ、そこだ。狙い撃つ。結構放置ゲーの割に時間縛るね。狙い撃つ。そこだ。狙い撃つ。
狙い撃つ。これでどうよ。一応新記録出た。でもまだた。この世界の極上品は強い酒、深い酒、それからうまい酒の3つだけさ。あ、続けろってことか。初感180だからできないね。ワールドのと多分上がれるようになってると思うんだよね。どうだろう。やっ、オーブだ。狙い撃つ。ここもスケートボタンが落ちる。狙い撃つ。オーブレ。一応こういうの見れてたら、なんか傾向と対策練れたりとかするけどさ、スキップしたよね。狙い撃つ。そこだ。狙い撃つ。上がっていくか。いや。長いな。狙い撃つ。行け。狙い撃つ。そこだ。狙い撃つ。長い長い。あ、でもなんか死にそうだな。負けそうだな。負けておしまい。ここまで来たら負けるんだ。ポップが負けるんだ。狙い撃つ。なんかちょっとおかしい。負けが分かったらとっとと負けてほしい。もう負け分かってるから退出する。それもありだ。退出しちゃった。これもらって、ちゃんと、ちょっと待って。なんか増えたね。ね、これか。戦うか死ぬかだ。降伏だけはするつもりはない。ね、今も勝てる。戦闘。やっ、行け。ゴムだ。狙い撃つ。そこだ。狙い撃つ。まあ勝てるでしょう。オーブだ。やっ、そのバトル中にさ、なんか操作ができる。狙い撃つ。そこだ。狙い撃つ。
そこだ。せいや、狙い撃つ。このバトルが長くなる場合、なんかね、操作できたらいいなと思う。バトル中に塔を登るとかさ、あと武器を、ね、合成するとかさ。やっ、オムだ。狙い撃つ。そこだ。狙い撃つ。狙い撃つ。そういうのができないんだったら、スキップさせて。オムだ。また歌ってる。狙い撃つ。オムだ。そこだ。よし、勝った。次はどんどん行くぜ。やっ。オムだ。狙い撃つ。そこだ。でしょ。狙い撃つ。こっちへ。狙い撃つ。くしゃみ出そうなんですけども、ちょっと充電がやばいで、狙い撃つ。やっ。調査任務が解放されたわ。早速見に行きましょう。オッケー。ここでは英雄を派遣して様々な任務を遂行して報酬を獲得することができるの。ホチゲーによくあるやつだね。派遣ボタンをタップして、はい、ここでは今回の任務に必要な英雄を表示しているわ。一括派遣すれば条件に派遣には調査値が必要で、調査値は放置で獲得できるわ。危険の時間が経過したら任務を終えて帰還し、残りの任務報酬はいまいちかな。やったー、お得な任務ね。早く英雄を派遣してクリアしましょう。できないのかい。今どこにいるの私。3の15か、もうちょっとか。頑張れ頑張れ。やギルドに参加してギルドの機能を確認したら終了。そこだ。狙い撃つ。オムだ。任せて。道のりは長い。オムだ。やっ。なんかそうそう強化した方がいい。おお、カッキーが来たね。強化できないかな。強化
強化できないかな。できない、突破石がないからできない。進むしかない。やっ、行け、オーブだ。狙い撃つ、そこだ、狙い撃つ。強化石どっかで買えないかな。狙い撃つ、無課金だけど。狙い撃つ。余裕で勝ててるけど、そろそろじわじわ怪しくなってきた。ギルド参加する前に死なないようにだけはしたいんだけどな。ちょっとショップとか見に行ってみるか。市場、突破石あった、これ買う。これで一個突破できる。こいつでいいか。レベルアップ。精霊族は平和を愛する。だが。よし。できた。やっ。オーブだ。狙い撃つ。そこだ。狙い撃つ。ながら運転的にやるにはなんかいい感じな気がするけど、あ、これか。英雄挑戦、挑戦、挑戦。やっ、オーブだ。狙い撃つ、そこだ。オーブだ。ギルドに参加するというモチベーションでしかやっていません。ギルドに早く参加したい。挑戦、まだいけるかな。いけるな。やっ、オーブだ。狙い撃つ、そこだ。狙い撃つ。ですけど、なんか脱線しまくってる。狙い撃つ。赤ポチがつくから仕方がない。
次も行けそうだから行っとくか。やっ、オムだ。狙い撃つ。行け。そこだ。せいや、狙い撃つ。オムレ。なんかバリアがあったね。おかしいな。これは負けちゃうやつ？微妙だな。トントンか。やっ。狙い撃つ。行け。そこだ。せいや、ホームレ。狙い撃つ。バリア。おう、死んじゃった。3対3。3対3。これは勝てるか。狙い撃つ。行け。次はもう無理じゃないかな。ホームレ。そこだ。狙い撃つ。ホームレ。無理のような気がする。狙い撃つ。そこだ。ここまでかな。うん、無理だ。ということで戻ってバトル。行け。ホームだ。狙い撃つ。そこだ。狙い撃つ。ホームだ。放置してられるというね。でもそんなに長くバトってないから制限時間もあるし微妙。それならスキップさせろよっていう私の感想。まだかな。なんかなんだ、あ、実績受け取る、ショップ、なんすかこれ、受け取る、あーこれ課金したらもらえるやつ、課金ゲーだね。うーん、受け取れる。これを装備しに行く。たとえこの命を燃やすことになろうと、ホタルビの光です。ファントムの目から逃れられないように。精霊族は敵が誰かなんてどうでもいい。正義の味方のお出ましだ。オタクはいい、やっちまえ。人気者というのも辛いものだ。私が生涯をかけて求める。戦うか死ぬかだ。降伏だけはするつもりはない。故郷を離れたいと思う者はいない。よくも俺を怒らせたな。故郷を離れたいと思う者は、たとえこの命を燃やすことになろうと、ファントムの目から逃れられ。精霊族は平和を愛する。だが
世界の安定のために苦しい選択をすることもある。敵が誰かなんてどうでもいい。聞きたいことは一つだけだ。奴らはどこにいる。正義の味方の。オタクはいい。人気者というのも辛いものだ。オタクはいい。やっちまえ。ベルベロ行くぞ。正義の味方のお出ましだ。敵が誰かなんてどうでもいい。聞きたいことは一つ。敵が誰かなんてどうでもいい。聞きたいことは一つ。正義の味方のお出ましだ。中途半端に鋳造することもできるわけね。ギルドに行きたい。ギルドだけが今の私の目標。オムだ。狙い撃つ。行こう。行け。そこだ。狙い撃つ。狙い撃つ。解放されたわ。特定属性の英雄をより簡単に獲得できるの。ここをタップして属性召喚をしましょう。下の属性一つを選ぶとその属性の英雄を召喚することができるの。マジで星5英雄が手に入るかもしれないわ。マジで何行こうかな。光召喚属性。じゃあ水召喚。魔術とは広く底が見えぬ川のようなもの。生涯をかけて探求するにふさわしい。シェアすればダイヤもらえるけど今はいい。確定でこれを。ああ、ない。なかった、なかった。ね、ボーナス受け取る。で、あとは、なんだこれ。ここか。受け取って、ね、バフをかけて、で、あと何、何お宝探し。これは普通、高級、抽選、いけないやん。も、手持ちないの、ないな、ないんだ。これは、一回抽選。はい、確定。12回抽選できないの ?10 回抽選。8枚しかないのか。あ、確定。
これで更新で一回抽選で、さらに抽選、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 抽選。疲れてきた。ギルドに行きたいだけなのに、ギルドに参加したいだけなのに。よ。たとえこの命を燃やすことになろうと、ホタルビの光。ファントムの目から逃れられないように。敵が誰かなんてどうでもいい。聞きたいことは一つだけだ。奴らはどこにいる？正義の味方のお出ましだ。お宅はいい。やっちまえ。まいったな。これ。お宅はいい。申請しちゃおう。ねえ、こいつも人気者というのも辛いものだ。申請しちゃおう。そしたらこれが突破できる。正義の味方のお出ましだ。でレベルは上げて、で図鑑が魔術とは広く底が見えぬ川のようなもの。で生涯を でまだなんだこれ、なんだこれ、詳細画面これか。200もたまってないよ。この世界の極上品はまだ無理だし、これ課金だし、サーバー報酬まだだし、挑戦これはまだ勝てないやろ。行ってみる？いやまだ無理だ、どう考えても無理だ。参加したいだけなのに、なぜスキップできない？スキップさせてくれ。オウムだ！やっ！どこにいるの？3の24か。まだ3の30いかないからギルド解放できない。風よ、けオウムだ。狙い撃つ。オウムだ。そこだ。狙い撃つ。狙い撃つ。それじゃあクイックレベルアップの方法を教えてあげるわ。マジか、そんなことができるのか。高速バトルを使用するとあっという間に多くの経験値と戦利品を獲得できるわよ。あー、それね。これ押せた。毎日初回の使用は無料だから惜しまず使っていきましょう。1回だけ。
でここでやらせるという、で次からダイヤが必要なのか、なんてことだね。正義の味方のお出ましだ。着物というのも辛いものだ。こいつらね、私が生涯を悪を戦うか死ぬかだ。幸福だけは魔術とは広く、お宅はいいいいな、うんね、正義の味方のお出ましだ。敵が誰かなんてどうでもいい、敵が誰かなんて、正義の味方の人気者というのも正義の味方、敵が誰かなんて、精霊族は平和を愛する。だが、こんなもんかな。で、あと5。頑張ろう。やっ！ホームだ！狙い撃つ！ホームだ！そこだ！狙い撃つ！あって思ったのが、召喚するか、さっきの高速を周回するか、どっちを優先的にやるか悩ましいなってちょっと思った。あ、でも召喚できるようになってる。召喚しよう。高級召喚、これ召喚、の時間いいの出なかった。高くてなあ、今まで引きが良すぎたのか。今までずっと星号出てきたから、出ると信じてた。行け、ホームだ。狙い撃つ、狙い撃つ、そこだ。せいや、狙い撃つ、狙い撃つ。もし積むようになったら、ホームレーとか終わりだよね。やっ、狙い撃つ、そこだ。今27、あと3つか。やっ、行け、ホームだ。狙い撃つ、ホームだ。行こう、そこだ。狙い撃つ、狙い撃つ、任せて。ある程度やろうと思うと、なんだろう、いろいろ解放しようと思うと2時間ぐらいはやっぱかかりますね。ホームだ。あ、なんかそろそろヤバい気配がしてきた。狙い撃つ、そこだ。やっ、行け、ホームだ。狙い撃つ、そこだ。狙
い撃つ。たくさんの資源があなたを待っているはず。どれどれ、ここをタップして試練の大地に入りましょう、はい、試練の大地のモンスターに挑戦することでたくさんの資源を獲得できるわ、はい、やっ、おむら何動くぞ、狙い撃つ。そこだ、強化する素材とか持ちない、狙い撃つ。突破石とか落ちるといいな。さあ、何だ？さっき落ちるドロップ要素出てた？出てないよね。ちょっとよく見てなかった。あ、突破石。挑戦反応しない、よし、やっ、オムラ狙い撃つ。そこだ、狙い撃つ。たとえこの命を燃やすことになろうと、ホタルビの光で世界を照らしてみせるわ。限界突破に必要な素材、何が足りない、突破石が足りないのか、なんてこと。
け。オウムだ。狙い撃つ。行こう。行け。そこだ。狙い撃つ。これで多分ビルド解放されるよ。行け。されなかった。泣いちゃう。オウムだ。そこだ。狙い撃つ。な。ぼっちの冒険は心細いでしょ。ギルドだ。そんな時はギルドに加入してみましょう。ここをタップしてギルドに入りましょう。ギルドに加入すると特典がいっぱい。気に入ったギルドを選んで申し込みましょう。ギルド試練、挑戦する英雄を選択。あ、そうじゃない、減ってるやつを攻めりゃいいんだよね。82、全部挑戦できんのかな。行ってみるか。やっ、オウムだ。狙い撃つ。そこだ。狙い撃つ。風よ来え。これもあれだね、相手を倒すんじゃなくってダメージ量なんだ。風よ来え。オウムだ。ダメージ量に応じて多分報酬がもらえる。オウムだかな。うんだな。あー、1回ってこの3体のうち1個しかいけないのか。ギルド情報みんなやってますね。うーん、あとは交換所、横スクロールできる交換所。これはギルドコインかなんかかな。ギルドコインだね。それで交換ができる。なるほど。で次の試合は11月28日、だいぶ先だね。日曜日にバトルがあるの。思ったよりギルドあれだわ。思ったよりギルドいろいろなかった。ファントムの目から逃れられないよ。ファントムの目から逃れられないように。こんな感じですね。あとやるとしたワールドのこの闘技場とか、あ、頂上戦、頂上戦ってなんだ。頂上戦はまだ入れない。入れない。これをやるか、これはもう勝てないと思う。闘技場、ちょっと待って、フォームでカバンで闘技場参戦で、でまあ挑戦
挑戦ができないぞ。挑戦権あったはずなのに、いろいろ挑戦ができません。あ、できた。やっやっ、これはスキップできるんだよね。ちょい挑戦ができる。ああ、やっやっ、狙い撃つ、狙い撃つ、行け。そこだ狙い撃つ。あ、負けそう。これはオウムだ。狙い撃つ。あ、負けるかもしれない。いや、いい勝負か。勝てるか。狙い撃つ。分からん。そこだ。狙い撃つ。狙い撃つ。微妙だね。狙い撃つ。狙い撃つ。いい勝負。いい勝負すぎる。狙い撃つ。勝てるかな。狙い撃つ。狙い撃つ。すごい微妙。やばい。狙い撃つ。やばい。狙い撃つ。やばい。負けた。負けてもコインもらえるんだ。こんな感じですね。受け取る。なんか見栄えとしていいのないかな。たとえこの命を燃やすことになろうと、蛍火の光で世界を照らしてみせるわ。これちょっとスクショしとくか。いや、今はしなくてもいいだろうっていう。ファントムの目から逃れられないように、私の矢から逃れられる者もいない。これもスクショって。精霊族は平和を愛する。だが世界の安定のために苦しい選択をすることもある。敵が誰かなんてどうでもいい。聞きたいことは一つだけだ。奴らはどこにいる。これスクショしか。正義の味方のお出ましだ。ビンムだけでスクショしたか。人気者というのも辛いものだ。こんなもんでいっか。あとビジュアル的にかっちょいいし。私が生涯をかけて求めるのは悪を切ることだ。人の命を奪うことではない。なんか仮面かぶっちゃったよ。かっちょいいかったのに。あと、なんかビジュアルがいいやつの少し。争いなんてやめて、素敵な音楽を讃えましょう。こいつか、セイレン。あ、こんなもんでいいかな。はい、こんな感じの
ゲームでした。まあなんかね、個人的感想を言わせてもらうと、まあ放置ゲーの割にはちょっと面白いかなっていう感想。ありきたりの放置ゲーとはちょっとだけね、一味違うかなっていう感じがしましたね。まあ好き嫌い分かれるところだと思うけども、ということで、今、人多分いないよね。いないね。はい、ということでこれで終了。お疲れした。